三井茅7月10日から1983年5月19日は、日本の家族。借位は男爵。三井財閥の創業者一族である三井十一家の、内南家の十代目当主。1900年、三井南家の後取り息子として、東京府に生まれる。1922年、慶応義塾大学理財科、慶応義塾大学院を修了した後、三井鉱山に入社。 ドイツに留学し、経済史、交通史などを習得して帰国した。慶応義塾や、低心省の付属研究所で講師を務めた後、三井物産や三井鉱山の取締役、三井船舶の初代社長などを歴任した。父の死去に伴い1937年2月1日に、男爵を執着した。また有志家でもあり、 とりわけ軍事郵便の研究者として、世界軍事郵便概要など切手に関する著作を書いた。戦後は、公職追放。女子美術大学理事長などを務めながら、ほぼ切手コレクターとしての活動に余生を費やした。父は、三井南家旧代当主である、三井光徳。妻は一条、實隆の娘、政子。網の目のように張り巡らされた人口の運河や大河が、 インフラとしてヨーロッパ経済文化の交流をもたらした点について考察している。昭和初期に建てられたカヤの邸宅は留学経験のある大企業家家族の思考が反映されたスパニッシュ風の建築物であり学術的にも高い評価を受けていた。第二次世界大戦後には極東国際軍事裁判における主席検事ジョセフキーナンのとして使われ、その後は 高段社第一別館となっていた。2006年、耐震性増強工事のコストが新築コストよりも高いと判断され、解体された。また、東京都千代田区段南にあるイタリア文化会館の土地は、カヤが第二次世界大戦前にイタリア政府に寄贈したものである。同会館は、戦時中に完成、開館したが、東京大空襲によって一部が破壊された。 ありがとうございます。